ねえねえマリサ。トヨタの2023年4月から6月までの四半期決算で営業利益が国内初となる1兆円を超えたらしいわよ。営業収益も10兆円を超えてこちらも過去最高を更新したわ。すごいよなトヨタは。けどそんなトヨタも倒産の危機に陥った過去があったんだぞ。知ってるか？あの天下のトヨタが倒産。まさか？まあ70年も昔の話だけどな。どういうこと詳しく教えて。終戦直後の1945年、トヨタの従業員は当時約3700人、9月には GHQ からトラックの生産が許可され生産を再開、47年6月から年間300台を上限に乗用車の販売許可が下りる。早速トヨタはトヨペット SA 型乗用車、トヨペット SB 型トラックの生産を始める。トヨペットってどういう意味？トヨタの愛車っていう意味。SB 型トラックは人気となるが、SA 型乗用車は最新のメカニズムながら故障が多く約200台しか生産されず、失敗作となる。が、その反省が後継車の発展につながった。49年には日本の自立を促すためジョセフ・ドッジによる財政金融引き締め政策ドッジラインが行われ政府からの融資が打ち切られてしまう。それまでは日本の復興のためにアメリカが経済援助してくれてたのが米ソの冷戦でそれが打ち切りになったのね。世の中全体が金詰まりになり売りかけ金の回収が難しくなり49年トヨタも2億円の手形決済の見通しが立たず経営危機に。そこで動いたのが日本銀行、日銀が中心となって資金援助するがリストラを要求してきた。約2000人が希望退職しその責任を取って社長の喜一郎氏、副社長の熊部氏が引責辞任する。まあ、喜一郎氏はほとぼりが冷めればまた復帰するというシナリオが用意されていたんだが。そこで朝鮮戦争という神風が吹くのね。そう、朝鮮戦争特需でトヨタ、いや日本は息を吹き返した。開戦1年間で当時で約3億ドルの特需が発生。1ドル360円の時代だから約1兆円以上すごい額ね。トヨタも約5000台以上のトラックの受注が発生し10億円の赤字が一気に黒字転換した。その時の反省を踏まえそれ以後は無借金内部留保の道を突き進むんだ。そして次なるシナリオは喜一郎氏復帰と純国産乗用車生産計画。トヨタにとって喜一郎氏は天皇的存在、その喜一郎氏には夢があった。創業以来の理念でもある自らの手による国産車作り。そこで事態は急変する。52年3月喜一郎氏が突然脳一血で急死してしまう。4ヶ月後の株主総会で社長復帰を計画していた矢先のことだった。当時常務だった豊田栄治氏は喜一郎氏の志を継ぎ率先して自らの手による国産乗用車の開発に取り掛かる。それで開発されたのが日本の威信をかけて開発された観音開きドアの初代クラウンね。そう、戦後10年が経ちもはや戦後ではないと言われ豊田だけでなく日本が新しい時代を迎えた節目の時期に登場したのがクラウンだ。よし今回は豊田の維持が生んだ、日本を代表したハイオーナーカー初代クラウンをゆっくり解説するぞ。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。40年代の国産乗用車といえばタクシーが中心だったが50年代初頭になると各メーカーは本格的に乗用車の生産を考えるようになり、日産はオースティン、イスズはヒルマン、日野はルノー、三菱はカイザーフレイザーと提携し国産会社のノックダウン生産を開始する。政府高官は乗用車は輸入車で賄えばよい、国産メーカーには乗用車の開発は無理と考えていた。しかし、トヨタは維新にかけて純国産にこだわり、海外メーカーとの提携ノックダウン生産契約はしなかったのよね。あえて茨の道を切り開いていくことを決めたんだ。そう、だがフォードとの間で簡単な技術指導の話は進んでいた。フォードの自動車製造全般鋳造板金の技術者3人を日本に派遣する話が進んでいたが朝鮮戦争勃発でアメリカ政府からフォードエンジニアの禁足令が出され白紙撤回されたんだ。その代わりに英字常務が1ヶ月半最初の研修者となり各地の工場を視察した結果、規模の差はあるがトヨタが知らないことをフォードがやっていたという事実はなかったと自信を覗かせ述べていた。そして、国産ハイオーナーカーの開発に着手する。初代クラウンの開発がスタートしたのは1952年1月、トヨタ最初の開発視察となったのは豊田喜一郎氏に憧れ入社した中村健也氏。この中村氏は以前から乗用車の開発を主張しており、アメリカは 80%、欧州でも 50% 以上が乗用車を生産しており、早く乗用車を開発しないと将来トヨタは潰れると豪語していたかなり個性の強い人物だった。中村氏さはまずディーラー、タクシー会社を回り徹底したリサーチから始め、イメージを膨らませていく。
ボディは明るく軽快なアメリカンスタイル、大きさは小型四輪一杯のサイズ、乗り心地操縦性耐久性に優れ最高速度は100キロ、タクシー用としても使用できるもの。当時の日本の道路事情は劣悪だった。舗装路は少なく雨が降れば泥んこ、ほこり、デコボコはひどかったらしいね。特に重点を置いたのは乗り心地耐久性やクロス走破性。中村氏は当時最先端モノコック式ではなく耐久性に優れたフレーム式を採用した。フレーム式は耐久性は上がるけどどうしても車高が高くなってしまうんじゃないの？そこで車高が低くなるようなフレームを設計し早速プロトタイプで試走するとフレーム溶接が剥がれボロボロに。設計家の人たちはフレーム構造自体をやめるべきだ。と口口に言い出し始めた。一通りの意見を黙って聞いていた中村氏はおもむろに口を開き。溶接の素人が何を言っておる。スポット溶接はちゃんと溶け込んでいたら車1台軽々持ち上がる強度はある。絶対に剥がれるはずがない。悪いのは溶接だ。フレーム構造は絶対に変えるつもりはない。と言い切った。その後調べてみるとフレームに欠陥はなく、原因は不安定な電流による溶接不良だった。男前ね。フレームの次はサスペンション。リサーチの段階で中村氏はフロント2アクション式ダブルウィッシュボーン、リアリーフリジットと決めていた。タクシー会社からのリクエストは乗り心地よりも耐久性重視でリジットサスと言われていたのに、どうして今までほとんど実績のないウィッシュボーンを選んだの？ウィッシュボーンなら重心が低くでき、車体にかかる振動をずっと少なくできる。左右独立喧嘩でないと本格的乗用車とは名乗れない。そしてタクシー会社はリジットサスでないとダメとは言ってない。耐久性が高く故障しないサスペンションならいいんだ。乗り心地が良ければなおのこといい、壊れないウィッシュボーンサスを作ればいいんだと解釈した。なるほど。リアサスペンションはリジットサスを選んだが当然乗り心地も追求し、板バネの枚数を通常6枚だったのを3枚に減らした。板バネの枚数を6枚から3枚に減らしたらどんな効果が出るの？枚数が多くなればなるほど摩擦が大きくなりスムーズに動かなくなる。いかに乗り心地を良くし耐久性を確保するかが焦点となる。シャーシーが決まれば次はエンジンね。中村氏のエンジンに対する要望は静粛性と軽量化、それと燃費。エンジンは R 型 1500cc 直四 OHV48 馬力トルク 10kg。エンジン高を低く抑え、馬力を稼ぐためボアストロークを 77mm×78mm に変更している。デザインは曲線を多用し大きく立派に見えるアメリカンスタイルを採用。特徴的なのは、観音開き式ドア。どうして観音開き式ドアが採用されたの？後部搭乗者の乗降性を良くするために採用された。タクシー会社で観音開き式のリクエストが多かったんだ。シートは前席はベンチシートで3人、後席も3人の6人乗りでゆったり。ダッシュボードは横長のすっきりとしたデザイン、丸型のスピードメーターに、横長の油圧、電流、燃料、水温の4連メーター。初期は B ピラーにウインカーが埋め込まれていた。それとフロント、リアガラスとも当時の技術では1枚で形成できず、フロントは左右に分割、リアは3分割となっている、後期型では1枚ものに変更された。サイドのメッキモールとテールフィン風のリアが個性を出してるわね。個性的といえば通称逆さブラジャーと呼ばれたフロントグリル。逆さブラジャー？ヒントはイギリスのジェット旅客機でハビランとコメットのエアダクトがヒントだと言われている。なるほど、逆さブラジャーとはうまくいったわね。そして1955年1月1日に発売、販売価格は101万5000円。高額でありながらも市場では高人気となり販売台数も好調に推移する。全長4285、全幅1680、全高1525、ホイールベース2530、車両重量1240kg、3速コラム MT 定員6名。タイヤ 6.40154P、 ブレーキリーディングトレーディング駆動方式は FR、最高速度 100km、車名のクラウンは英語で王冠の意味。56年にはロンドン東京5万キロドライブ完走、57年にはオーストラリアンラリーに出場無事完走などプロモーションもこなし、57年アメリカに輸出を始める、がパワー不足、高速連続走行でのオーバーヒート、車両価格が高かったなどで60年に輸出の一時中止を行っていた。日本とアメリカとでは使われ方が大きく違ってたのね。国内には当時、高速巡航できるテストコースもなく、テストもこなさずいきなりの輸出は無茶だわ。1960年になると小型乗用車規格が変更され、排気量が 1900cc の 3R 型90馬力に、ボディも 4410-1695-1530 に大型化される。同時に2速オートマのトヨグライドも搭載された。そして、初代クラウンは62年まで7年間生産され2代目にバトンタッチする、生産台数は約15万台。結果、純国産車乗用車クラウンは大成功を収め、トヨタの知名度、シェアを上げる原動力となる。
戦争で何もかも失った日本が世界を相手に立ち上がる象徴として注目し応援していたんでしょうね。そして国産会社を生産していた他メーカーもその後、追従し日本のモータリゼーションが静かに動き出した瞬間だった。数年前まで経営危機に陥っていたことを考えるとすごいことよね。トヨタのすごいところはなんとクラウンが失敗した時の保険としてもう一台車を作っていたんだ。保険でもう一台ってどういうこと？トヨタにとってクラウン開発は絶対に失敗が許されないプロジェクトだった。失敗するということはトヨタの理念である自らの手による国産車作りに反してしまう。それは、国産会社に負けることを意味し、その後のトヨタの販売戦略が非常に困難になることを意味していた。そこでトヨタが選んだ策はなんともう一台クラウンとほぼ同じ車を保険として開発したんだ。マジですか？その車はトヨペットマスター RR 型。デザインはすっきりとしたイタリアンスタイル、エンジン、ボディサイズともほぼクラウンと同じ、何が違うの？大きな違いはサスペンション、前サスをトラック用のリジットサスにして耐久性信頼性に重点を置いたモデル。上層部はクラウンの乗り心地重視のイッシュボーンサスの耐久性に問題があり不良だった場合を考え信頼性重視で開発。というのも前作トヨペット SA 型で採用した独立サスが不良だったため、石橋を叩いて渡る方法を取ったんだ。このマスター RR 型はタクシー用、クラウンは乗用車として同時発売された。クラウンは高評価を得て結果、取り越し苦労となる。マスター RR 型は2年後に生産終了となる。その後、初代コロナのベース車両として使用された。しかし、この良い周到ぶりはトヨタらしいわね。中古車情報サイトで初代クラウンを検索したところなんと1台ヒット。1958年式でした。ちなみに価格は ASK、気になる方は覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。